音楽ナタリーをご覧の皆さん、トランページフロムエグザイルトライブ吉野北斗です。この度、ファースト写真集アズアイを3月6日にリリースさせていただきます。そうですね、まあ、初めての写真集ということで、まあ、すごくこう憧れというか、まあ、自分しかこう載ってない写真なので、そういう本を出せるということはもう本当に普通じゃないことだと思っているので、素直に嬉しい気持ちでいっぱいですし、あの写真集を出すためにすごくいろいろ考えて、何を出したら皆さんが喜ぶかなとか、いろいろ考えながら、自分がこうやりたいことだったりとかをすごくこう考えて、一生懸命その作品に対して向き合った本になっているので、たくさんの方に届けばいいなという思いですね。はい、いつ頃、そうですね、いつ頃だったっけな、2年ぐらい前から、なんか写真集できたらいいねっていう話はあったんですけど、まあ、あとは本当にタイミング、いつ出すかっていうタイミングもあったりとかで、まあ、いろいろ調整させていただいて、まあ、2年越しぐらいにようやく自分の誕生日に、はい、アズアイを出すことができました。はい、まあ、最初は海外が良かったなっていうのがあったんですけど、まあ、でもコロナウイルスの影響もあったので、まずせっかくなら日本だったらやっぱり自分の地元宮崎で撮りたいなっていう思いと、まあ、スタッフさんもその方がいいよねっていうことで、自分の地元宮崎で撮影させていただきました。まあ、やっぱりなんだろうな、日本だけどなんか日本じゃないみたいな、そのちょっと海外にいるようなその風景だったりとか、まあ、海もすごく広いですし、なんか大きい建物もないので、すごい空とかももう本当に広く感じますし、まあ、夜は星空だったりとか、本当になんか自然で溢れているような素敵な場所だなっていうふうに改めて感じましたし、あともう本当に宮崎の人間性というか、すごくこうなんだろうな、優しくてなんか愛があって人間味があって、すごくなんか初心に帰るというか、本当に素敵な場所だなというふうに改めて実感しました。まあ、基本的になんかどこ行ってもなんかおばあちゃんとかおじいちゃんとかが喋りかけてくれたりとか、お店の人も結構親切に話しかけてくれたりとか、あとは小学校、僕の母校で撮影したんですけど、まあ、たまたまその小学校小学生が帰る時間で、で一緒になったんですけど、まあ、その時もなんか小学生がいろいろ集まってきて、何やってんのとか、いろいろすごくなんかこう無邪気というか、もう本当に汚れのない人たちが多いなと思いました。はい、地元はまあ、やっぱり僕がちっちゃい時からずっとそこで育ってきてるので、なんかそういう、まあ、東京じゃなくてちょっと離れたところに地元があるっていうところで、なんかすごくそれを、その地元があるからこそ自分が自分でいれるような気がする。なんかすごく自分にとってすごく大事なとこだなって思いますし、なんか心の拠り所というか、なんかちょっと行き詰まったりとか悩んでしまった時とかは、なんかそういう地元だったりとか、まあ、家族だったりとかに、まあ、会ったりとか帰ったりするとすごくこう解消されるというか、それぐらいなんかすごく自分にとっては居心地のいい場所ですね。そうですね、もうとにかくやりたいことがいっぱいあったので、メモして、やりたいことをメモしたりとか、あとは本屋さんに行っていろいろこうアイディアをもらって、あ、これやりたいなとか、そういったものをいろいろスタッフさんに提案させていただいて、小物を結構使わせていただいたんですけど、まあ、ライトというか電球がいっぱいあるようなそのライトをなんか使
使ってなんか海辺でなんかちょっと暗い海辺でそのライトの明かりで写真撮ってみたいですとか、あとはドライフラワーをこう海でこう抱えながら持ったりとか、星空が綺麗なんで星空と自分で一緒に撮りたいですとか、本当にたくさんいろいろあのアイデアを提案させていただきましたね。なんかお気に入りの一枚としてはやっぱり星空の一枚ですかね。なかなか写真で星 と人を撮ることってあんまり見たことがないですし、なんか難しいんだろうなって思ってたんですけど、まあ、本当になんかその一枚が奇跡的に撮れて、すごいそれは自分の中ではお気に入りです。あれはアイディアというか、もうその場のなんか流れでなんか、まあ、せっかくだったら、まあ、脱いじゃおうみたいな感じで、まあ、その方がなんかいろいろバリエーションも増えて、なんかこう普段見せない自分も見せれるかなっていうところで、まあ、ちょっと脱がしていただいて30回ほど腕立てもさせていただいて、ちょっとパンプアップさせた状態で、はい、パシャリと写真撮りました。いや体作りしたっていうほどはしてないですね。もう本当に自然体で行こうと思ってたんで、なんかあんまりコンセプト的にそこに持っていくような写真集ではなかったので、まあ、なるべくなんかその自然体で、あまりこういい意味でなんていうんですか、ね、肩の力が入ってないような、うん、ちょっと肩の力が下りてるけど気合を入れてみたいな感じでだったので、あまり体の方はそこまでは仕上げてはなかったですね。前はそうですね、少し鍛えてたのでその名残がちょっとありましたそうですね、もう本当に今回はいろんなパターンでいろんな自分、いろんなメイク、髪型、衣装、まあ、そのロケーションで撮らせていただいて、本当にたくさんの自分がいるんですよね。でもいろんな自分がいるんですけど、まあ、でもそこにはちゃんと自分っていう信念っていうか強い根本的ななんかこう芯があって、その中でいろいろ自分っていうものを持ちながらこういろいろ変えながら変化していくっていうところが今回の写真集の、まあ、見どころ魅力の一つでもあるので、はい、そういったところですかね。はい、素はもうダラダラしてますあんまりなんかプライベートとかでもあんまりこう頑張らないようにしているという、プライベートはなんかプライベートでちゃんと息を整えるというか、だから結構ダラダラしてます素は。はい、マイペースです。でもすごい柔らかいものもたくさん着させていただいたんですけど、やっぱり僕はなんだろうな、かっちりとしたなんかこうかっこいい場面のその服装、まあ、僕自身もなんかすごい服が好きなので、そういった意味では、まあ、黒のジャケットスーツとか、まあ、赤のジャケットスーツとか、もう本当きちっとした格好が僕の中ではお気に入りですかね。メンバーはすごくなんかうわすごいみたいな、なんかロケーションも含めてなんかすごい星、やっぱ星空のシーンのその写真の一枚をすごくうわこれめっちゃいいですね、僕これ好きですみたいな感じで言ってくれるメンバーも多かったので、すごいなんか僕が普段メンバーと地元の星空を見に行きたいなっていうのをずっと言ってるので、なんかそれもあってすごいメンバーもあこんな綺麗だったんだっていうか、すごいなんか感心してくれたんでよかったです。インタビューはもう本当に今まであんまり喋ってこなかったようなことだったりとかも入ってますし、なんか
年代生まれてからこの今まで その年代に合わせてのなんか写真をこう並べていったりとか、本当に初出しのものばっかりなので、そういう、インタビュー、まあ、しゃべりも皆さんに楽しんでいただけると思いますし、こういう生き方だったんだとか、本当にいろいろ知らない僕を感じてもらえると思うので、そこはもう本当に写真もそうですけど、そういった部分もちゃんと見ていただけたらなと思います。喜んでいただけるならばもう一回やりたいなと思いますね。そうですね、次はまた違う一面を見せれたらなと思うので、海外でちょっとおしゃれして撮りたいなと思います。挑戦してみたいことは、まあ、今やってることを引き続き、まあ、ちゃんと向き合って頑張るのと、まあ、あとはやっぱり、まあ、語学もそうですし、お芝居もそうですし、なんかそこ以外にもなんかちょっと新しいことに挑戦したいなっていうか、なんか最近アートとかすごいいいなって思ってるんで、ちょっと挑戦してみようかなとは思ってます。うわー、なんか地元に帰った時に絵付けっていうか、お皿に絵を描いてそれを焼いてもらって自分もらったんですけど、なんかその時間がすごく楽しくて、なんかこういう時間もいいなって思ったので、なんかそういう無になれるというか、その一個に集中できるそのアートっていうものはすごい魅力をすごく感じたので、最近すごくやりたいなと思ってます。ファースト写真集アズアイをですね、自分の誕生日でもある3月6日に、出させていただくんですけども、この写真集はもう自分は写真集出すもう2年ぐらい前から結構考えて、どんなのがいいのかなとか、自分はこういうのがやりたいとか、いろいろ本当に向き合った、写真集になっているので、よりたくさんの方々に届けば嬉しく思いますし、なんかこう届いてその写真集を見て、少しでもなんかこう頑張るぞとか、はなんかいいなとか、少しでもなんか皆さんの心に届くような、そんな写真集になればいいなと思っているので、ぜひ、僕を知らない方でもこの写真集をチェックしていただければなと思っております。皆さんぜひよろしくお願いします。